霊人酒造株式会社の誇らと、お柱霊人酒造株式会社は、長野県諏訪市諏訪の種類製造、販売業者。代表銘柄は、社名と、同じく、霊人である。1789年創業、現在の社名、霊人は、終戦直後の1945年、当時の社長により命名された。蔵の一角に、酒の神松尾大社の銘が入った。 大黒柱が残る。直下に発作マグナを抱える高原地帯である、諏訪盆地にあり、一帯は霧ヶ根高原に降り注いだ雨が、長期間かけて、地中で浄化され、伏流水となって流れている。その伏流水が、霊人酒造の蔵の中にある井戸には、毎分150リットル余り湧き出ていて、創業当時から日本酒造りに活用されている。 1974年からは、醸造用糖類の使用を全面廃止し、本作りに限った酒作りを行う。代表銘柄の霊人には、霧神根の伏流水と地元契約農家生産の酒米を用いている。1972年に古酒の熟成を開始し、20年から25年の長長期熟成酒やシェリー酵母を用いた酒作りを行う。 1999年からは、霧上根高原の伏流水のほかに、諏訪地方の温泉を仕込み水に使用して、チビールの醸造を開始した。建物の屋根に、豊川稲荷を建て祭る祠とお柱がある。霊人酒造のブログ、霊人造本頼よりによれば、11月にお柱祭りが行われる。1789年創業時の酒の神、松尾大社の命が入った。 大黒柱が残されており、長い歴史のある酒蔵である。会社設立は1947年。1999年チビール製造に乗り出し、銘柄は、スワロマンビール。2011年6月27日に、民事再生法の適用を申請、後に適用を受け、スポンサー企業に選挙区禁止増が決まり、経営再建に取り組んでいる。2012年。 本社事務所と売店の改装工事を行い、同時に缶ビールの製造ラインを導入し、従来からのボトル販売に加え、2013年2月から缶ビールの販売を開始している。当時の我流で、全量に一般米を使用した準備中、当時の腕試しを単年度限定で商品化するなど、個性的な酒作りに一役を担っている。ビールの製造責任者は、藤森和明。 従来は、短麗な辛口酒を製造していたが、近年では、飲み焼きしないやや辛口の熟成酒を目指して、純米酒の占める割合が増えている。平均して3年間ほど寝かせた後に、出荷される。1994年、関東新越の290増で競われる、第59回関東、新越国税局酒類鑑評会で、最優秀賞を受賞。 スワロマンビールとして1999年8月から3種類のチビールを製造を販売している。ワールドビアカップのゴールデンエール・オア・ブロンドエール部門で2016年に金賞、2018年に同賞を受賞した。この品評会はブルワッツ・アソシエーションが主催する世界最大規模のビール品評会で2018年は 米国テネシー州ナッシュビルのミュージックシティセンターで行われ66カ国から8234種のビールが出品されていた。製造にあたっては爽やかな味わいを追求し、ホップは控えめにドリンカブルでお代わりしやすいビールに仕上げたという。原材料はカナダ産及びオースリラリア産の二条大麦の麦芽を100%使用し、復元量は用いていない。 ホップには、カナダさんの他様々なホップを使用している。ありがとうございます。